皆さん改めましてこんにちは。今日はスタディーツアーオンラインになりましたが、2021ご参加くださりありがとうございます。本日司会を務めていきますフォトジャーナリストの安田なつきです。まず皆さん、昨日の夜に大きな揺れがありましたが、皆さんの地域大丈夫でしたでしょうか。そして今ご安全に過ごしているでしょうか。引き続き皆さんには安全に過ごしていただければと思います。で、昨日の夜から心の中がざわざわしたり、不安に感じている方々いらっしゃると思うんですけれども、東日本大震災の時もみんな大変だし、自分もこう我慢しなきゃっていうふうに、こう心の中にいろんな声を押し込めている方々にたくさん出会いました。でも押し込める必要はなくて、こういうこと心配だ、こういうこと不安だっていうことをぜひ分かち合っていただければと思います。そして今日のスタディーツアー中に万が一大きな揺れを感じた場合は、スタディーツアーのプログラムに関わらず自分自身の身の安全を第一に確保してください。よろしくお願いいたします。今日のスタディーツアーのテーマにもなっていきますが、東日本大震災から10年という月日がもうすぐ経とうとしています。皆さん、差し支えない範囲で心の秒針を10年分戻していただくと、皆さんの心の中にどういう風景が浮かぶでしょうか。今日はいろんな年代の方々に参加をしていただいていますが、すでに中学生だった、小学生だったという方もいれば、まだ2歳、3歳だったという方もこの中にいらっしゃると思うんですよね。で、この10年をどういうふうに捉えるかということは、それぞれ違った時の流れがあると思うんですけれども、ただ、私がずっとお邪魔している町の一つ、岩手県陸前高田市で出会った方々の言葉を借りるとすれば、災害っていうのは人々がその恐ろしさを忘れた頃にやってきてしまう、その忘れた頃にやってきてしまうっていうことにもまた恐ろしさがあるんだっていうことを話してくださった方がいました。では、その忘れないために私たちが今何をすべきなのか、何を学んで何を大切にしていくべきなのかということを、今日は分かち合っていく時間にできればというふうに思っています。最初に皆さんにアナウンスした通りなんですけれども、自分自身だったり、あるいは身近な方々の命をどんなふうにこう守っていくことができれば、できるのかという観点で現地の方々からお話をいただきたいと思っています。最初にアナウンスした通りですが、まずは岩手県陸前高田市から佐藤和夫さん、そして佐藤あかりさん、今日は災害公営住宅から、お住まいになっている災害公営住宅からつないでくださっています。お呼びしてみましょう。和夫さん、あかりちゃん、はい、よろしくお願いします。ちょっと冒頭で2人に、昨日の揺れは皆さん大丈夫でしたか。うちは大丈夫でしたね。陸前高田は震度4ということで、我が家では家具の倒壊とか、何か落下物があったというわけではないので、他の地域、関東から福島にかけての方がはるかに、比較にならないくらい揺れが大きかったと感じています。はい、引き続き安全に過ごされてください。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。岩手県陸前高田市の佐藤和夫と佐藤あかりです。よろしくお願いします。お願いします。東日本大震災、10年前、我が家津波に飲まれまして仮設住宅で暮らしてきました。一昨年の12月にここ災害公営住宅に引っ越ししてきて、落ち着いた生活になってきました。スタディーツアーの先輩として佐藤あかり、私の娘が、参加してますので、まずは佐藤あかりの方からその辺の話を含めながらお話しさせていただきます。どうぞ。2019年のスタディーツアーに参加させていただきました佐藤あかりです。2018年まではお父さんと一緒に、スタディーツアーのに、なんていうんですか、受け入れさせていただいて
ました。初めて福島とか宮城まで行ったんですけど、ここで陸前高田市では感じ取れない、なんていうんですか、その各地の被災状況とかも学べたんですけど、今年コロナ、去年のはコロナで亡くなってしまったので、今年代わりに今日こういうイベントがあって、なんかそのスタディーツアーに参加させていただいた身としても、こう毎年来ていただいた身としてもすごい嬉しいです。合ってますか、日本語は。合ってます。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あかりさん、今災害公営住宅、耳慣れない方はですね、被災した方々が暮らす、まあ、団地のようなものを想像していただくと分かりやすいと思うんですけれども、そこに1年前に移ったと思うんですね。でちょっと私にから聞かせてもらいたいんですが、仮設住宅に暮らしてた時ってどういうところがこう不便だなって感じて、公営住宅に移ってからこういうところ変わったなっていうのは何かありますか？仮設住宅の時はすごいなんか空気の漏れっていうか、外気がすごい家の中に入ってきてて、冬とかすごい寒かったんですけど、まあ、それも何年か してるので慣れはあったんですけど、なんかそのやっぱりこっちの公営住宅に入ってきてからすごいあったかくて、部屋の中がエアコンとかも何もついてなくても暖かかったので、と仮設との差はすごいそこが大きかったですね。なんかお隣の例えば家のこう音だったり、あとは広さだったり、そのあたりはどうですか？一世帯あたりの家の大きさ、部屋の大きさはすごいやっぱり公営住宅の方が大きいし、あとはなんか仮設はすごい薄かったので壁が、なんか隣の人が住んでたり、あと片方にはもうおばあちゃんとかが住んでるので、もう全く隣の人の音が聞こえないっていうのがすごいなって思いました。あかりちゃんは、あかりちゃんっていうのもあれですね、もう高校2年生ですもんね。今日はあかりさんとこう同い年ぐらいだったり、同世代の子たちがたくさん参加してくれて、皆さん遠慮せずどんどんチャットに書き込んでくださいね。でなんですけれど、この町以外で暮らしているその同世代の人たちにこうどんなことを伝えたいと思うのか、特に今日は防災っていうテーマで、そのあかりさんもこれまでその発信してきたことだと思うんですけれども、改めてこうどんなことをこう伝えていきたいっていうふうに思いますか？震災当時は自分めっちゃ小さかったので、なんか小学校まではやっぱり、ね、友人との関係っていうのがやっぱり家、それこそね、仮設の時とかは家とかが狭くて、なんか人を呼べなかったし、あと家が狭いから結構物がかさばったりとかして、まあ自分もあんまり片付け得意じゃないんですけど、地震が来た時に本当に危ない状態だったんであれだったし、本当に何それもストレスになってたっていうか、なんか多分まあ中学校ぐらいになってからもう吹っ切れてたんですけど、小学校まではすごいなんかその同級生との家の差がすごいストレスになってたんですけど、仮設で暮らしている自分とそれ以外の子たちとの差ってことだよね。そうですけど、なんかそのストレスは多分大人も感じるストレスだと思うので、なんかそのそのストレスを緩和できるっていうのがやっぱり地域交流だと思ってて、その仮設とかあと田舎だとやっぱり近所付き合いがすごい多いんですけど、あんまり都会のイメージってそんな、ね、近所付き合いがめっちゃくそ多いとかっていうよりか、なんかママ友感が多いかなって思ったりしてたので、なんかその自分がもしその運営する立場になった時っていうんですか、避難所とか
地域で意見を述べる場があった時に、なんかその自分が何を提案できた、何をできるかっていうのをなんかその考えてみてくれたらすごい嬉しいなって思います。うん。ね、その自分から積極的にその避難所の運営だったり地域の防災にちゃんとこう提言とかあの投げかけをできるようにっていうことだよね。はい。まだ時間があるので、もし他にもこう同世代の子たちにこう、 こういうことをこう心がけてほしいなとか、あのこういうことはぜひ伝えたいなということがあったら何かありますか？自分は、まあ、女子ってくくりつけるのもあれなんですけど、結構女の子って団体行動することが多いじゃないですか。やっぱりそれって何女子なりの考えがあると思うんですけど、やっぱりそういういざとなった時に団体行動とか周りの目を気にしてると、やっぱり自分が死んでしまうとかもあると思うので、まあ集団行動って言ったら日本人大好きですけどね、女子だけじゃなくて日本人の特有だと思うので、やっぱり周りに合わせるっていうのが、なので自分で行動できる力っていうのも必要だと思います。例えばその周りがいや逃げなくていいんじゃないっていうふうに言ってて、それにこう流されちゃったりしないようにっていうことだったりとかっていうことかな。ちゃんと自分の力でこう逃げようって判断できるようになるっていうことだよね。はい、うん、これはお二人にだと思うんですけれども、今ちょうど山路遥さんからご質問いただいています。共助っていうことについての質問なんですが、自助、共助、公助をそれぞれ両立というか成り立たせるためにすべきことはありますかっていうことなんですが、何か2人の中で思うことっていうのはありますか？自助、共助、公助、自分で何とかする自助、それから共に助ける共助、それから、まあ、例えば公的な支援だよね、その、まあ、市だったりとか自治体から、あるいは国から得られるこう助けだったり、それぞれに何か、あるいはその一つでもいいんだけれど何か思うことってありますか？共助に関しては、うん、多分逃げる時も手がっていうか手伝ってほしい人とかいると思うんですけど、うん、やっぱりなんかその避難所についてからが多分一番重要だと思うので、なんかその自分が今何ができるかっていうのをしっかり判断して、うん、なんかできる範囲で何か手伝えるのが私はいいと思うっていうか、うん、まあその時にならないと多分わからないと思うので、うん、まあ、でも焦ってるだけだとね、うん、多分何もできないんで、うんうん、そうね、自分のこうできる役割を持ち寄って見つけて持ち寄っていくっていうことですかね。はい、はい、ありがとうございます。和夫さんもどうですか？今の質問を受ける形で和夫さんにもバトンタッチをしたいんですが、いかがですか？はい、防災というとどうしても何かあったら自衛隊が何とかしてくれる、消防団や市役所の職員が何とかしてくれるって考えてる人が少なくないと思うんですよ。でも、まあ、避難するための道路整備とかは、公助の部類だと思います。でも昨日のように地震が発生した時に隣近所で閉じ込められている人がいないかとか、家具の下敷きになっている人がいないか、それを声かけ合って確認する、また、足腰の弱い人が住んでいる人には、逃げる手助けをしてあげる、それは公助でないとできない。市役所の職員や消防職員が、全てを賄うことは無理です。そして、地震の時に下敷きにならないようにとか、火災の時に、逃げ遅れないようにっていうのは自分の家族でしかできないことなんですよ。家具の固定っていうのは役所の仕事じゃないです。消防の役割でもないですよ、うん、ちゃんと自分の家族が被害に遭わないように、災害をゼロにすることはできませんが、被害をゼロにすることはできると思います。
いろんなことを想定しながら、家具の固定や、家の周りに燃えるものを片付けておく、そういうことが自助として必要だと思っています。はい、今日聞いてくださっている皆さんもちょっといろんなところから参加してくださっているとは思いますが、自宅で参加している方はちょっと自分ぐるっと自分の身の回りをちょっと見回してみて、あの家具ちょっと固定してないかもっていうことをちょっと思いながら聞いていただければと思います。はい、写真は共有していきますか、和夫さん。はい、皆さん東日本大震災から10年ということで集まっていただきましたが、昨日発生したのも地震なんです。2011年3月11日に発生したのは地震と津波なんです。東北地方太平洋沖地震という名前がついています。その結果被害が発生したから東日本大震災と呼ばれました。正直な話、皆さんがちゃんと備えて、高いところに住居を構え、そして、ちゃんと逃げて、誰一人被害がなかったら東日本大震災という名称はついてなかったと思っています。次の写真お願いします。地震の後、我が家も、家を流され、作業場、仕事をすべて流されてしまい、4ヶ月間私たちは体育館の避難所に暮らしました。当時の、写真がこんな感じです。通路を残しながら1人当たり、幅80センチ長さ 2.5 メートルのスペースに1人ずつ寝るという時間でした。次お願いします。発生当時、要支援者と要配慮者というものが、ちゃんと認識されていないと困ったことが起きるなというのを実感しました。要配慮者、要支援者ですが、逃げるときには、要支援者、支援が必要な人がいます。そういう人たち、例えば、小さいお子様と一緒の、家族は手助けをしないと逃げ遅れる、高齢の方、障害のある方、妊婦さん、それから地震などで、怪我をした方、そういうこと方たちも要支援者となります。そして、各地によります、日本語でコミュニケーションが取れない方、会話は日常会話は問題なくても、災害時にやり取りされる言葉というのはなかなか、日本語になれない人にとっては難しいものです。そして避難所に行くと、今言った、乳幼児連れや高齢者や障害者と一緒の家庭、それから妊婦さん、けが人、日本語でコミュニケーションを取れない人の他に、食べ物などにアレルギーを持つ人、それから、女性、LGBT と言われる方々、それから宗教的に価値観の違う人たちが一つの空間で暮らすことになります。そういう人たちにきちんと配慮する、災害発生から数時間は命を守ることに、専念すべきですが、ある程度命の危険性が減ってきたらプライドを守ることに、精神を割いてほしいと思います。そういう時に要配慮者という認識を持ってほしい。そしてさっき言った中で、女性という言葉が入っています。避難所の中でいろんな被害を受けた女性の例が報告されています。周り全体がちゃんと配慮してあげないと、被災が終わった後に心に傷を持つ人が増えてしまいます。そして女性という言葉が入っている以上、避難所にいる半数以上は要配慮者なんです。なので、避難所運営するときには要配慮者じゃない人が全体に配慮するのではなくて、できる人が全員全体に配慮をする、そういう心がけが必要だと感じました。で、東日本大震災で避難所運営をしながら考えたのは、災害が発生するから問題が発生するんじゃないんですよ。普段の生活の中でなあなあでなんとかやり過ごしていた問題が吹き出す、それが避難所生活です。
家族構成によって必要なものは大きく違います。おむつが必要な人もいれば、ミルクが必要な人もいる、呼吸器が必要な人と暮らしている人もいます。そういう人たちへの配慮を忘れないでほしいと思います。でもなぜか避難所運営するときって役員って男性が多く、かつ生活に不便しない人だけが役員になりがちです。ちゃんと避難所運営の役員を決めるときには、生活に困っている人、体に身体に、ちょっと不自由があって、この状況を何とかしてもらわないと困るという人を避難所運営の役員に割り当てないと、問題に気づくことができない。問題に気づくことができなければ解決にならない。ちゃんとそのあたりも配慮しながら避難所運営を心がけてほしいと思います。子どもを助ける人は多いんです。高齢者を助ける人も多いんです。でもなぜか障害を持つ人を助けようとする人は少ない。それは普段の生活の中で障害を持つ人と触れ合う機会が少ないからだと思っています。体験学習や生活の間で、そういう人たちと触れ合い、どのように手を貸したらよいのか学ぶ時間を作ってほしいと思っています。大体時間ですので、これくらいでお願いします。はい、ありがとうございます。今おっしゃったように、その、非常時こそその日常に何をしてくるのかということが問われると思いますが、今日聞いてくださっている皆さんで、もし今学校に通っているよっていう皆さんの中で、例えば自分たちの学校が避難所になっていくかもしれないわけですよね。で、本当にこう備蓄とか避難所になった時のことを想定されているんだろうかっていうふうに、こうそれを確認することも一つかなというふうに思います。今田口さんからご質問来ていますが、避難生活での役員ってどういうふうに選出をされたのでしょうかということなんですけれど、和夫さんの避難所なんかはどうでしたか？実は私が一本釣りで探して、この人とこの人に役員になってもらいたいというふうに、決めました。10年前は、というのはお祭りを私たちの地域は毎年やってました。お祭りをする体制というのは実は避難所運営の体制にそっくりなんですよ。うん、会長副会長さんなどの代表を決め、お金を扱う、義援金というものが直接避難所にも来ますので、みんなのお金ということで会計、それから監査が必要になります。で、体育館とか、いわゆる避難所と言われる建物は寝泊まりするようにはできていないので、生活改善が必要になります。そういうところでは大工さんとかの力が非常に役に立ちました。そして、食事、継続的に食事を作り続けるので、保健師さんとか、私たちが一番中心で温度を取ってもらったのは看護師さんの OB が3人いましたので、看護師さんにいろいろな食事の栄養バランスとか、それから病気の予防を提案して役員会で決めて皆さんで対応しました。はい、普段からそのどういう方が何を得意としているのかっていうことだったり、どういう方がこう置き去りにされがちなのかっていうことを把握していくということが一つだと思うんですけれども、ごめんなさい、最後に手短になんですけれども、2つ質問が来てます。避難所で生活でペットと一緒に逃げた方はどうされていたのかだったり、これすごく大事な質問だと思うんですけれども、被災者が本当に必要としているものと実際に届く支援のズレ、非常にこう鋭い質問ですよね。この2ついかがでしょうか？避難所、私たちの避難所にはペット連れの人は1世帯しかいなかったんです。ほとんどの人がペットを自宅に置いて自分たちだけで逃げてきた結果、ペットがいなかった。ただアレルギーという問題があるので、全て同じ部屋にというわけにはいきませんが、私たちは申し訳ないですけど、ペット連れの人は車の中でペットを生活させてもらいました。で、被災者が本当に必要としているもの、届ける側、送る側というのは情報がそれほど多くありません。でも基本的に失ったであろうというもの、これがないと困るだろうというものを送っていただいたので、不必要なものはないんです。ただ数が合わない、
100人いるとこに20個のおにぎりでさあどうしましょうかと、そういう問題の連続でした、ですね、まあ衣類なんかはむしろ残るくらいたくさんいただきましたが、ただし自分たちがちょっとでも贅沢かなと思うものは求めることができませんでした。 お酒、タバコ、コーヒー類、ちょっと綺麗な衣類、化粧品などは求められませんでした。しかしそこに気づいて、そこをちゃんとサポートしてくれる団体もいたことを報告しておきます。ありがとうございます。そうやってこう尊厳を取り戻していくものもこう時間とともに必要だということだと思います。最後にあかりさん、もちろんその10年っていう月日が決して何か終えるとかそういう意味ではなくて、これからどうしていくのかという意味で今日のスタディツアーはあるんですけれども、ただこの10年を振り返ったときに、あかりさんにとってこれがどんな10年だったのかだったり、あるいは今日の参加者さんに改めてこう伝えたいことだったり、最後にいかがですか？けどなんか自分はなんかそのそれこそ安田さんとか K さんとかいろんな人と出会えて、なんかまあ自分的にはすごいいい経験だったりとか楽しい思い出がたくさんあったと思うんですけど、やっぱりまあ私は割と人生楽しいタイプの人類なので、なんかすごい他の人と感性が違うかと思うんですけど、やっぱりこの私と同じ生活して辛い10年っていう人はたくさんいると思うので、なんかなんて言えばいいんですかね私はすごい、良かったと思います、逆に、ね、こうやって出会わせてもらって、でも心の歩みのペースってそれぞれ違うよっていうことも自覚しつつっていう感じかな。はい、あかりさんはさっきお話ししてくれたみたいにですね、東北スタディツアーこれまでやってきたもののこう受け入れ先であり、そして参加者でもあったので、後ほどファシリテーターもやってもらいながら、そしてで最後にまたコメントをいただきたいと思います。ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、あかりさん、和夫さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、岩手県陸前高田市から佐藤和夫さんと佐藤あかりさんでした。続きまして、宮城県の石巻市から佐藤敏郎さんに参加していただきます。届いているでしょうか、敏郎さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。寒くないですか、はい、外ですけれども。大丈夫です。今日天気も良いし。昨日の大きな揺れがありましたけれども、そちらは大丈夫でしたか？大丈夫でした。ただ、あの揺れが最大とは限らないので、やっぱり注意は必要だなと思っています。はい、引き続き安全に過ごしてください。はい、よろしくお願いします。はい。では、始めます。お願いします。はい、皆さんようこそ大川小学校においでいただきました。私は大川伝承路会の共同代表をしています佐藤敏郎と申します。うちの娘はあの時6年生でした。瑞穂と言います。家ではね、みーこって呼んでました。3月11日はちょうどみーこの中学校の制服が出来上がった日です。あの日は家に帰ったら中学校の制服を、着てみせることになってました。まあ、残念ながらうちの娘は中学校の制服着ることはできませんでした。で、まあいろいろありまして、私は今ここに立って、ガイドとかやっているんですけども、よく聞かれることがあります。皆さんも今画面を見て思ったかもしれません。随分寂しい場所ですねって言われます。なんでこんな寂しい、ところに学校建てたんだ。よく聞かれるんですけども、確かに今は何にもないところに、ね、壊れた校舎が建っているだけですけども、これが大川小学校です。ここには、ね、家が立ち並んでいました。町があって、生活があって、命があって、子どもたちが走り回っていました。今日も私はそれを思い出しながら話をします。皆さんは思い浮かべていただけたらと思います。まあ、最初にですね、まあ、子どもたちにこんにちは、よろしくねっていう挨拶を兼ねて、まあ、画面の向こうからですけれども、ちょっと黙祷というか手を合わせてもらってよろしいですか。ね、短い時間ですけどお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
今日は日曜日なのできっと返事室だと思います。こちらは昇降口です。桜の花が綺麗でした。子供と先生がおはようさようなら出たり入ったりしているところ、今は立ち入り禁止です。でこちらにこの丸いところがありますよね。ここはホールです。ここにステージがあったんですよ、ね、ちなみにうちの娘発表しています。多目的ホールで、こっちは校庭です。今震災遺構として、整備工事が始まっています。一応校庭はもともと校庭だったっていう残し方をしてくださいって言ってね、なんとなく校庭に見えますよね。これをちょっと見てください。もうちょっと近くまで今は行けないんですけども、中庭では花見をしながら給食を食べてました。走り回る子どもたち、これは私が撮った写真です。うちの娘を走っています。ここは、子どもたちが走り回った場所だし、バトンタッチをした場所だし、ね、整列した場所でもあります。よく目を凝らして耳を澄ませてみると子どもたちの姿は見えてくるし、声も聞こえてきます、はっきりと。そういう場所です。もう10年近く経ちました。あの日のことをしっかり伝えたいし、あの日からの10年も伝えたいと思っていますけども、やっぱ今難しいな、大事だなと思うことはあの日までです。あの日までここにあった日常であるとか風景をやっぱ私は忘れたくないし伝えたいと思います。そのことがしっかり伝わればここで子どもたちの姿、学び遊ぶ姿が見ることができれば今こうなってるわけなので、あの日何があって、ね、これからどうやっていけばいいかっていうのは多分みんなで考えられるのかなと思って活動しています。で、本当はずっと近くまで行きたいんですけども、今はちょっと工事中で入れません。近くまで行くと2階の天井が見えるんですね。2階の天井に津波の跡があります、ね。ちょっとそこ動画で、ここね、海から 3.7 キロ離れています。 3.7 キロ離れたところから2階の天井まで津波が来ていると、ね、それ動画で説明を作ってきましたので、ちょっと見てください。震災前の大川小学校です。大きな川があります。北上川です。海は、この画面でいうと右側 3.7 キロです。天井を見てください。斜めになった天井の低い方、つまり手前半分が茶色くなってるの分かるでしょうか。天井の真ん中に津波の跡があります。茶色い、ね。立っているところから 8.6 メートルの高さだそうです。2階の天井に津波の跡があります。つまり 3.7 キロ先から 8.6 メートルの津波が到達しています。震災前の航空写真です。ここは海から 3.7 キロこの橋の長さは566メートル大きな川です。この細い川は富士川といいます。2時46分大きな揺れが3分以上続きました。その十数分後、つまり午後3時頃、川の水がものすごい勢いで流れていきました。大津波の前は潮が引きます。川底が見えるほどだったといいます。それから津波は北上川を逆流してきました。最初に溢れたのは低くて細い富士川です。これが3時32分、もう大津波警報は出ています。警報が出て逃げた人もいますが、逃げなかった人もいます。でも富士川が溢れてきたのを見てやばいと思って逃げ出した人たちがいます。その人たちはだいたい助かっています。家を出るとき携帯電話の時計を見たら3時35分だったという人がギリギリで助かっています。ですから3時35分頃までには細い富士川は溢れたけれど、大きな北上川はまだ溢れていなかったということです。普通これだけ大きな川は溢れない。でも津波は水だけが来るのではありません。あらゆるものを巻き込んで一緒に流れてきます。瓦礫、家、船、車、人も流れてきます。最も多く流れてきたのは松の木です。 3. 点数キロ先の浜に何万本もの松原がありました。その松の木が全部抜けました。奇跡の一本松はありません。それが押し寄せて
橋にぶつかってたまりました。目撃した人の話によると橋がダムのようになって水をせき止めていたといいます。たまってたまってたまって特にここにたまりました。限界までたまってドーンと溢れてきました。せき止めた分高さも破壊力も大きくなったようです。これが3時37分にこの学校と町を襲った大きな津波です。まもなく陸を遡上してきた津波も到達し、ぶつかって渦を巻いたと言われています。校舎内にある時計、地域で見つかった時計は皆同じ時間3時37分で止まっています。一気に襲ったことがわかります。これは津波2時間後の写真です。この町がこのようになりました。町が消えました。橋も流されました。あの橋見えるでしょうか。はい、あの橋が巨大なダムのようになって海からの波をせき止めて溢れてきました、ね、で、私が知らせを受けたのは3月13日の午後です。でその日の夜に家にたどり着いて3月14日の朝ここに向かいました。でさっきの写真であったようにもう堤防がなくて橋もなくなってたので、船で来ました。船であそこの信号機のところにたどり着きました。ランドセルが山積みになってました。泥だらけ でその前に泥だらけで何十人もの子どもたちがブルーシートをかぶせられて並べられていました。忘れられない光景です。忘れてはいけないと思います。うちの娘も並んでました。そこに眠っているようにしてもう名前を呼んでミヒコ起きろって言っても揺り動かしても目を覚ましませんでした。10年前です。それがもうたくさんの子供が突然地域からも、ね、家からもいなくなってしまったことに対してやっぱ未だに私は多分受け止めきれていないし、なんて話をすれば今日もパソコンの前の皆さんにこんな話し方でいいのかどうかすごくまだ分かってないと思います。でもいろんなことがありましたけど、あの校庭に子どもたちの絵が描いた絵が残っています、ね、ちょっと近くまで行けませんので、動画でちょっと見てください。ここは野外ステージの、壁画が描いてありますが、この中に、未来を開くと書いてあります。子どもたちが残してくれた言葉だと思っています。ここはとても悲しいことが起きてしまった、辛い場所、悲惨な場所、ね、哀れな場所、かわいそうな場所と言われますけれども、いやこの言葉が残っています。ここが未来を開く場所になればいいなと私は思っています。大川署ってどういう場所だって聞かれたら あそこは未来を開く場所なんだと答えてもらえるような状況に、できればしたいかなと思っています。この場所から未来を開くにはやっぱりあの日の皇帝、あの日の命に顔を背けることではないと思っています。この場所から未来を開くのはあの日の皇帝から目を背けてはいけないと私は思っています。きっとその先になんか小さな光のようなものが見えてくる、それがここから開く未来だと思っています。あの日はまず時間が51分あったし、いろんな情報もラジオ、ね、入っていました。防災無線も、迎えに来たお母さんたちも先生山に逃げてねって言っています、ね、その山、ね、すぐ登れる山が学校の近くにあるということ、ちょっとみんなで登ってみます。あの下滑るので滑らないように長靴とか履いて来てください。今から登るのがこっちにもし子どもたちが向かってその登っていたら、あの助けることが、子どもたちを助けることができたんではないかというふうに言われている山ですよね。はい、そうです。ここは野外ステージです、ね、ここが体育館です。体育館のステージです。ここで私たちがもし、津波が来ても登っていればいいと思っていた場所はここです。学校のすぐ近くです。うん、登ります、はい、比較的今見る限り斜面はそこまで急ではないですよね。はい、9度ぐらいです、ね、うん、小さな子どもたちでも登れるぐらいの斜面かなというふうに今見ていて感じると思います。そうですね、はい、
子どもたち、ここは活動の中で登ることはあったんですか？そうなんです、はいはい、まずこの白い線が津波の到達点です。ここまで来れば助かっています。ですから、はい、下の、はい、この風景が見えていれば助かったっていう風景ですよね。これが見えてれば助かってます。でここは、子どもたちがいつも登っていた場所です。あら、椎茸栽培の体験学習をここでやっていたところです。ここですね、はい、ちょうどここです。毎年3月の行事、同じ時期に子どもたちは登っていました、はい、だからあの日も当然子どもは騒ぎます。先生山に逃げようと言います。ここまで走ってきた子もいます。でもまあ私も元教員でなんか分かるような気がします。勝手なことしないでまず戻れと言われています。救えたはずの手段もあったし情報も入っていて時間もありました。でも命は守れなかったということ、命を守るのは山ではないってことですよね。山は命を守らない、命を守るのは登るっていう判断と行動、それです。そこに結びつかなかったあの日の工程、もちろん親として何をやってたんだ、何とかできたんじゃないかっていう思いはすごくあります。その一方で子供を救いたくない先生がいないっていうことも確かです。きっと先生たちはあの時は必死になって子供たちを守ろうとしたはずです。だからどっちも考えなきゃいけない、真ん中で考えることです。物事は真ん中で考えたい。だから先生たちも一生懸命だったってことも忘れてはいけない。一方で先生が一生懸命だったからかわいそうだから仕方がないなんて思っちゃダメですよね。仕方がなくないです。だから真ん中で考える。そうしないとみんな無駄になってしまう、ね、もう時間ですよね。あ、まだもう少し大丈夫ですよ。あと、いやちょっとチャットで皆さんコメントくださいね、はい、そちらに登ってみます。こちらも登れます。こちらの方でも体験学習が行われていました。最初に見せた写真もこの山の上から撮ってます。もちろん普段登るところじゃないですけども授業では使っていました。はい、足元気をつけてください。はい、ここは崩れないように土留めしてあります。これが4段あるんですよね。でもここまで登ってくるのに1分、はい、2分かからないぐらいですよね。小さな子どもたちでもおそらく。はい、ここでも授業が行われていて、これは見えますでしょうか。授業が行われています。この上です。あ、子どもたちが登ってる様子ですかね。はい、そうです。授業が行われています、はい、でちょっと校庭見えますでしょうか。校庭の丸いところが低学年棟です。あの前に集合しました。集合して間もなく大津波警報が出ます。その警報を受けて今来た山に逃げればよかったんですよ。でもずっととどまってしまいました。で動き出したのは最後の1分です。大川小学校の避難は1分、50分ぐらいここに待機して最後の1分でもいいから山に向かってくれば助かったはずですが、最後の1分で向かったのはあの橋のたもとなんですね。津波が来た方向ですよね。そう、結果的には家が立ち並んで見えませんでしたけど、津波が来る方に1分間向かっていきました、狭い通路です。校庭から出る通路はこんな通路なんですよ。ここです。あ、人一人通れるぐらいですかね。あ、そうです、はい、ちょうどあのオレンジ色の重機が止まっているあたりですかね。あの辺を出てきて裏の方に回るんですね。ここから出てこっちに行っちゃいました、うんうん、でここが行き止まりで細い道の、行き止まりで追い詰められて、津波をかぶりました。うちの娘はこの辺で発見されました、うん、まあ、それがだから救えた命ですけども、それは救いたかった命だし救ってほしかった命だし、
結果として救えなかった命になりました。その真ん中でいろんなことを問い続けながら、考えながら、今日も言葉にしているんですけども、うん、なんかその辺が伝わってくれたらなというふうに思います。でもたくさんのことが伝わってます。今いくつかですね、はい、参加者さんから質問を受けています。はいはいはい、でですね、はい、大川小学校の先生方が山へ避難することを躊躇した理由は何だとお考えですか。はい、新聞で地震発生当時大川小学校の校長先生が不在であったと聞きました。これにおそらく関連することだと思うので、はい、もう2つの質問一緒に、はい、お願いします。はい、パニックになっているときどうすればいいかわからないこともあると思うんですが、自分の考えに従うべきかということと、あとは大川小学校の子どもたち避難訓練をしていたのか、していたのならどれぐらいの頻度だったのかというところ、あ、これも関連しますが、その当時は大川小学校までは津波が来ないだろうと考えられていたんでしょうか。このあたりいかがでしょう。はい、まず津波は、想定されていたということ。宮城県は 99% の確率で津波が来る、地震が来ると言われていて、それはちゃんと準備しなさいよと言われていました。ね、で、パニックになったんです、結局大川小学校は。あの津波を目の前にして、ほぼ 100% の人がパニックになっています。私もそうでした。あの津波を目の前にしたら動けないし、声も出せないです。でも逃げた学校はパニックになる前に逃げています。意思決定は遅くなれば遅くなるほどパニックになります。早い学校は逃げています。それはしっかり準備していたからです。大川小学校もマニュアルがなかったわけではないです。でも、まあ、ざっくり言うとそれは提出するためのマニュアルです。準備しなさい、マニュアル作りなさいって言われる教育委員会に対して、はい出しましたというマニュアルです。中身ほとんどないですし、先生方も共有していませんでした。教育委員会も提出してもらえば OK です。でもそういう学校って多分大川小だけじゃないと思います。あるいは防災だけではなくて、もしかしたら何のためのものかっていうよりも提出するための書類や計画がうんと多くなっている、ね、だから学校が忙しいって言われますけど、その延長上にあの日の工程が私はあったと思っています、ね、それを変えたい。だからよく言われます、マニュアルに頼らない力を身につけるってよく言いますけども、無理です。あの津波を目の前にしたら冷静になれないです。パニックの時はどうしたらいいか、それは無理です。たまたまなんか偶然助かるかもしれませんけれども、だから平時でパニックになる前、ね、あの50分間で言えばもっと10分とか20分で、もっと言うと 3.11 の前です。それで備えるしかないということなんですよ。だからマニュアルに頼るなじゃなくて、本気でマニュアルを作れっていうことなんですよ。うん、命を守るためのマニュアルかどうかっていうことをもう一回みんな点検する必要があると思っています。はい、それがやっぱりあの日の判断の遅れ、引いてはパニックになったと思います。うん、まあ、細かく言えばいっぱい調べましたけど、そこに行き過ぎます。はい、ありがとうございます。最後にですね、ごめんなさい、たくさんご質問いただいているんですが、時間の関係で申し訳ありません。はい、最後にですね、子どもたちに今後どのような避難方法を指導すべきなのか、子どもたちに何を伝えたいのかということを、特に今日は中高大学生、それに該当する年齢の子たち聞いてくれていますので、はい、改めて子どもたちに伝えたいこといかがでしょう。はい、やっぱり私はここで子どもたちが、学び、笑顔で遊んでいたという場所であるということ、そしてそれがあの日失われていたってことを、もっともっとここに立って、あるいはこうやって画面を通して考えてほしいなと思います。さっき細い通路から避難した様子、ね、説明しましたけど、想像してください。津波が迫ってくる中、狭い通路を青ざめた、怯えた、べそをかいた子どもたちが出てきます。その中には自分も入ってると思ってください。自分の大切な人もそこから出てくるんですよ。そう考えたときに助かる方法を考える、それが防災だと思います。防災は自分ごとです。私はこういう状況になって、失って悲しんで初めて気づきましたけども、その前にいわゆるさっき言った平時のうちに考えてほしいと思いますね。津波は自分のところにも来る、家族にも来る、でも助かる。だからハッピーエンドです。恐怖ではなくて希望のために防災をするということです。はい、ありがとうございます。寒い中で現地から本当にありがとうございました。
敏郎さんがおっしゃるように、その震災前どんな日常があったのかということに想像を及ばせながらも、これからどんな未来を切り開いていきたいのかということを自分の身近に落とし込んでいただけら いけたらというふうに思っています、はい、最後にですね、またこの回の最後に少しコメントいただければと思うので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。現地からありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、篠巻市から佐藤敏郎さんでした。ありがとうございます。さあ、そしてお三方目に移りたいと思います。お待たせしました。福島県大熊町から木村範夫さん、つながっていますでしょうか。木村さん、寒くないですか？大丈夫ですか？そちら、あ、今日すごいあったかいんですよ。あ、よかったです。昨日のおかげさまで、はい、福島特に大きな揺れでしたけれども、昨日は大丈夫でしたか？はい、ちょっとね、夜遅かったっていうのがあって、うちの母親のところにいたんですけど、まあ、10年前ね、やっぱりああいう地震を経験しているので、若干ちょっとパニック気味だったかなって思いました。ただ、そんなに被害はね、おかげさまでなかったので、一部土砂が崩れたりとか、あとお店のショーウィンドウが割れたりはしてるみたいですけど、まあ、自宅については物がちょっと落ちたぐらいで済みました。はい、はい、引き続きご家族で安全に過ごされてください。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、もう早速始めていいですかね。はい、お願いします。最初に地図を共有いただきたいんですが、大熊町の、はい、位置関係をちょっと最初に説明したいと思います。はい、白い地図で、まあ、福島県のちょうど中央ぐらいの海沿いの町、ここが大熊町になります。次にいいでしょうか、映してもらって。はい、でその大熊町には皆さんご存知だと思うんですけど、事故を起こした原子力発電所がありまして、でその原子力発電所を囲むようにして中間貯蔵施設が今建設されています。あ、すいません、中間貯蔵施設って何かっていうことを簡単に説明、うん、ね、一言で、すみません、一言で言うと、福島県内で除染室出た廃棄物を集めて、フレコンバッグに詰めて、それを大熊町のこのエリアに運んで、原油を化して30年保管するっていう場所になります。はい、ありがとうございます。はい、で私の自宅も実はその中に、エラーの中にありまして、で今現在は熊町小学校、地元の小学校に来てるんですけど、ここは自宅から2キロぐらい、自宅は海沿いにあるんですけど内陸に入ったところです。で原発からおそらく4キロぐらいですかね、直線距離で。はい、地図で言うと青い星になっているところが熊町小学校ですね。そうです、はい、そうですね、そういう場所になります。でせっかくなので、ちょっとね、ここにモニタリングポストがあるんですよ。はい、ちょっと今、ね、画面の方に戻します。はい、今この熊町小学校、ちょっと数字が見えづらいかもしれません。読み上げていただいた方がいいかもしれないです。 2.886 ですかね、896かな、そのぐらいの線量が、うん、このモニタリングポストでは表示されてるんですけど、ただ実はここから 2メーターぐらい離れるとですね、ぐーんと数字が上がります。こっちの植え込みの中なんですけど、見えますでしょうか？いや、厳しいかな。ごめんなさい、読み上げていただいた方がいいかもしれないです、うん、はい、今現在 7.26 です。あ、随分違いますね。うん、モニタリングポストはね、一応その指標にはなるとは思うんですが、正直もう1メーター離れると全然線量が違ったりするので、まあね、あんまりこう信用しない方がいいのかなと思って、自分はここで活動してます。はい、ちょっと校舎の方に、はい、はいはい、ちなみにちょっと参考までに、さっき 2.89 だったと思うんですけれども、はい、私の東京の自宅で先日測ったところが 0.09 だったと思います、うん、それでも高さの違いというのが分かるかと思います、うん、そうですね、はい、一般的な場所で 0.1 前後だと思うので、それから比べるとね、その放射線量の多さが分かると思います。さらにもう一箇所ちょっと見たいと思うんですが、なかなか数字が見れないのでね。熊町小学校というのは、はい、帰還困難区域と呼ばれる、その今まだ帰ってその暮らしができないところに位置しているということですよね。はい、そうですね、帰還困難区域の中で、さらにその中間貯蔵施設のエリアの中にあるので、多くの人はもうここの土地は手放してます。う
うんうん、なので、向こう30年は少なくとも誰も住めないような場所になってますね。そんな場所です。はい。で、もう一回ちょっと戦略を見ていただきたいんですけど、ここ、雨どいがあるんですが、屋上に溜まった水が流れてくる場所ですね。うんうん、で、ここに線量を当てると、またぐんと上がります。見えますか？これも見えないかな？ 14.14 って今見えます。あ、今16上がりましたね。はい、本当にね、言われてる通りで、こういうところっていうのは本当に線量がここに残ったまま、高いままですね。で、そんなところで、自分はこう花を植えたりっていうの作業を実はやってるんですが、ただ、内部被曝検査もね、最近定期的に受けるようにしてまして、今のところね、内部被曝はしてないみたいです。ただ、10年前にね、どうだったかっていうのは、今となってはわからないので、というところですね。で、そういうのを気をつけながら今も作業は、小学校で草刈りをしたりとか、そういうことをやってますっていうのは、できるだけここきれいな状態で残していきたいっていう、気持ちがあるもので、で、なぜそう思うかっていうと、家族3人を津波で亡くしてまして、父親と妻とあと次女のゆうなですね、3人を亡くしてて、で、当時、ゆうなは小学校の1年生だったんだけど、まさにここが、彼女が勉強してた教室になります。あの、見えますか、中。ままに。うん。はい、ね、日が当たってるところは特に見えます。うん、もうあの日のまま、そのまま残ってて、黒板の文字なんかは、1年生はもう授業終わってたんですね。うん、なので、3月14日月曜日の日付に変わってますね。で、自分のね、個人的な感情なんですが、ここは本当、ゆうながね、生きてた証がそのまま残ってる場所なので、このままね、残していってほしいなっていう気持ちでいます、今。それと同時に、ここは、原発から一番近い小学校でもありますし、原子力災害の伝承ですね。その中で、ここを残して、行くっていう意味はすごいあるのかなと思ってます。はい、続いてですね、ゆうなについてはもう学校が終わって隣の、学童保育をする児童館で遊んでたんですが、長女はまだ学校におりまして、で、ちょうどホームルームの時間だったんですね。で、地震が来て、落ち着いてから、校庭に避難します。で、ここの昇降口から出てきて、校庭の方に向かうんですが、児童館の方はね、1年生から3年生までは預かってくれるんですけど、当時4年生だった長女のまゆは預かっていただけないので、毎日おじいちゃんがここに迎えに来てました。で、おじいちゃんは私の父親ですね、おじいちゃんはちょうどここに迎えに来る途中で地震だったみたいなんです。で、長女はね、ここの校庭に避難して整列してたんだけど、そこにおじいちゃんがやってきて、実は自宅の方におばあちゃんが一人で残ってたんですね。うん、で、おばあちゃんがちょっと心配だから、一回俺は帰るからお前はここにいろって長女を残していったんです。うん、で、それで長女はね、命を救われました。だけど、どういうわけか、次女のゆうなは連れて帰っちゃったんです。車をその児童館の方の駐車場に止めておいて、で、長女にね、お前は心にいろって言い残して児童館の駐車場に戻った時に、ゆうなが、おじいちゃんが迎えに来たって気がついたみたいで、それで、おじいちゃんに引き渡されて、そのまま車に乗って、自宅の方に戻って、津波に飲まれてしまう、犠牲になってしまう。で、この時の避難経路、ね、共有しますか？うん、そうですね、はい。赤いルートが小学校から、おじいちゃんがね、ゆうなを乗っけて自宅の方に向かったルートになります。うん、で、実はその時おばあちゃん一人で自宅にいたんですけど、すぐ近くの高台に避難して海の様子を見てたらしいんですね。うん、ピンクですね。で、それで、近所の人と一緒に、車に乗っけてもらって、
熊町小学校に向かったんですよ。その向かったルートが実は山の中のちょっと高いルートで、はい、ピンク色になってるところですね。そうですね、それで行き違いになってしまった、はい、で三陸とかね、そっちの方ではよく津波てんでんこなんていう話がね、震災後よく聞くようになったんですけど、うん、ここら辺ではその津波に対する意識っていうのはすごい低い。それこそ津波があったらお年寄りなんかよく海の様子を見に出かけるとかね、そういうレベルだったので、うん、そういう、海に近づかないとかね、そういう感覚はなかったんですが、ただ長女を残していってるのでね、あのすごい地震の中でやっぱりそういった不安はあったと思うんです、うん、でそれでも戻ってしまった。で長女を残していったのになぜ次女を連れて行ってしまったのか、それがちょっとね分かんないところなんですが、ただいつもこう話の中で言わせてもらうのは、その、小学校なんかだと防災訓練の中で引き渡し訓練っていうのはやるらしいんですね。で、ある、中学校の防災教育に関わらせてもらったときに、たまたま小学校の校長先生からそういう話が出たんですよ。先日防災訓練があって引き渡しの訓練もしましたという話があったので、うん、では、その中で、こう、例えば引き渡さないっていう選択肢はあるんですかって聞いたら、誰も返事ができなかったんですね。そういう状況だったので、せっかくなので、じゃあ、うちの場合はこういう高校で、長女とね、次女の命が、その引き渡しによって変わってしまった、だけれども、例えばそれをマニュアルの中に入れてもらえないか、検討してもらえないかっていう話をしたんですが、ある大学の防災アドバイザーの人に、行政側ではそこまでやりきれないと、バッサリ言われてしまって、まあね、こっちとしてはそれ以上言うつもりはなかったので、そうですかっていう反応だったんだけども、ただ、その後にね、こういう伝える活動をしている中で、そのマニュアルになくても、この学校の先生の頭の中にこの話が残っていれば、そういう対応はできるかもしれないっていう若い意見があって、若い人の、ああそれは確かにそうだなと思って、必ずこの話はお話をするときには伝えさせてもらうんですけど、自分の経験の中でこういう教訓になるような事例があります。で、おそらくこう家族を亡くされた方それぞれにあると思うんですね。マニュアルの中にね、もしかしたらそれらはないのかもしれないけれども、それぞれがそういう話を聞いて知識として頭に入れておけば、少なからずもしかすると将来一人の子供の命を救えるかもしれないって私は思うんですね。うん、なので、必ずこの話はさせていただいてます。はい、以上ね、自分が語れる防災の話だったんですけど、続いて家族3人を亡くして、妻と父親は4月の間に見つかってます。だけど次女のユーナは全然見つからなかったんですね。で、原発事故があってここは入れない場所になってしまいました。震災の直後に、なので、それでも探さなきゃならないっていうところで、家族をね、生き残った家族を妻の実家の岡山に連れて、避難させて、自分が福島に戻ったのが3月18日でした。で、それからここにはね入れないので、どうしたかというと、この画面のチラシを作って、もうね1週間経ってたので、生きてるとすればどっか避難所とかね病院とかに入って、なんとかね頑張ってるかもしれないと思って、福島県内県外周辺の避難所自治体病院とかを回って張って歩きました。だけど結果見つからず、ユーナについてはね。で、さらに、震災の年の6月から一時帰宅、住民に対する一時帰宅が許されるようになりました。で、その一時帰宅を使って、一人で捜索を始めます。次の写真いいですかね。
最初は本当3ヶ月に1日時間にして1回2時間の立ち入りだったんですけど、その中でできる捜索をしてました。でもう 海岸に、ね、打ち上げられているような瓦礫をかき分けて、本当に畳2畳ぐらいを掘り起こして、捜索を続けるっていうのをやってたんですけど、ただ、まあ、本当に次に来た時にはもう波に現れて、それが全く変わってしまっているような状況で、もう何をやってるか分かんないような状況でした。はい、次の写真ですか。はい、そんな中で2013年に多分皆さんご存知かもしれないんですけど、南相馬の上野さんっていうやっぱりご家族を津波で亡くされた方と知り合いまして、彼がボランティアで捜索活動をやってたんですね。自分も含め、津波で亡くされた方を探すような活動をされてて、その上野さんからしきりに大熊に入れろと一緒に探すからって言われて、たんですが、ただここ自体がその放射能がね高い場所でもあって、ボランティアを入れて捜索をお願いしていいもんかどうかっていうのを半年悩みました。ただ一人でやってても拉致が開かないような状況下で、自分もね、なんていうか精神的にも疲弊してきて、最終的には2013年の9月からボランティアにもお願いして一緒に捜索をやるようになりました。で、実は2011年の5月の下旬から2週間、自衛隊が捜索に入りました。で、その時に瓦礫も集めて、片付けて何か所かに山にしておいたんですね。で、その山の一つを、ボランティアの人たちと一緒に捜索を始めました。自分一人ではね、なかなか手を出せないような状況だったんだけど、ボランティアの方々がね、協力してくれるようになって、初めて、そういう捜索活動も始めました。で、なんで瓦礫を、の捜索を始めたかっていうと、大熊町以外のね、福島県内のその自衛隊が集めた瓦礫の中から遺骨が見つかるっていうケースが何件かあったんですね。で、自分もずっと気になってて、たんですけど、一人では なかなか手をつけられずっていう状況の中で、ボランティアの人たちとね、やっとこうそこを始められるっていうような状況だったです。最初本当にここをやってくださいなんてとても言えなくて、それぐらいすごいこう瓦礫の量だったので、ただし、ね、そんな中でボランティアの一人が率先して一人でそこをやり始めて、でそれにこう続いてみんなそこを一緒にやるようになったっていう感じですね。そんな感じで、もう手作業でした。重機とか、ね、機械を入れる許可は町から得られないので、どうしてもスコップとかね、そういうものを使って手作業で掘り起こすっていうような捜索をそれこそ3年続けました。で、そんな中でも家族の遺品とかが見つかって、ボランティアのね、テンションもそれで上がって笑顔が生まれたりするんですね。で、周りが笑顔になると自分もね、不思議と心癒されるっていうか笑顔になって、というような状況の中で、とはいえその瓦礫の量が尋常ではないので、ボランティアの手伝いをしてもらっても、まあ、一生かかっても終わらないだろうなというような状況でした。で、そこで、感じたのは、もちろんユーナの、ね、遺骨を何としても見つけたいという気持ちではあったんだけど、そこにこう、ね、ボランティアの人たちの、ね、気持ちにも応えたいなってすごい思い始めて、で、最終的に2016年の9月に環境省に国にお願いして、重機を入れての捜索をしてもらいます。で、これを始めるまでにまたちょっと いろいろ行き先がありまして、ここが中間貯蔵施設だっていう話は先ほどしたんですけど、ちょうど2014年にここを中間貯蔵施設にするので、土地を譲ってくださいっていう要請が国からありました。で、ま、町としてはその要請を受けて、で続いて住民説明会があったんですけど、私としては家族3人流された場所で、で、ね、次女のユーナもまだ見つかってない状況下で、自分の土地を売るなんてことは考えられなかったんですね。うん、で、14年の6月に説明会に参加したんですけど、そこで、こういう状況なので、売る気も貸す気もないですっていう話をさせてもらったんです。そしたら、その時の担当者、国の担当者ですね、が、そこに行方不明者がいるっていうことを知りませんでしたって。
それを聞いても呆れてしまって、もう環境省には頼みたくないと、国とは関わりたくないって気持ちになりました。ね、そんなところに白紙事務所の説明に来ていたっていうことですよね。うん、ね、すみません、ちょっとお時間が迫ってきているんですけれども、はい、今の、うん、ご説明に関して、捜索において重機の使用許可が下りない理由は、はい、主な理由は何ですか、うん、ということなんですけれど、これは占領ということなのか。これは要するに、それ、はい、重機を使って捜索をして、で、町としては責任持てないっていう話なんですよ、結局。何かあった時に。それです。だから、うん、別にそれでね、多少ちょっとね、怪我したとしても、その町に責任を追及する気はないんだけど、でもね、町としては、そういう状況で、許可ができないっていう話でした。うん、うん、はい。で、まあね、とはいえこうそういう状況で捜索がなかなか進まない中で、ね、ユナを見つけるためにも、ボランティアの人たちの気持ちに応えるためにも、やっぱりね、結果を出したいということで、本当ちゃんとやってくれるのかどうかが心配だったんですけど、2016年の9月にこっちから環境省に連絡して、捜索をお願いしました。で、写真にあるような形で、人とあと重機を入れての捜索が2016年の11月から始まりました。で、1ヶ月して、12月の9日に、マフラーの中に、包まれたユーナの首の骨の一かけらが見つかりました。で、震災から6年近く経ってた頃っていうことですよね。そうですね。だから見つけられるチャンスはいっぱいあっただと思うんですけど、それをね、私自身も潰してたかもしれないし、で、原発にの事故によってね、その機会も失われたとも言えるんですけど、まあ、5年9ヶ月かかってしまったという結果でした。ただね、見つかってほっとしたっていう思いはあったんですけど、見つかったことによってまた新たな思いが自分の中に生まれて、で、それが、ユーナが津波で犠牲になったんじゃなくて、ここでに取り残したことによって犠牲にしてしまったっていう可能性があるかもしれないってことですね。なぜそう思うかっていうと、震災の次の日、3月12日に地元の消防団がギリギリまで捜索をしてくれてたんですね。避難しなくてはならなかったので、住民のね、誘導とかも消防団の仕事ではあるわけで、だけどその避難のギリギリまで捜索を続けてくれてて、その中の4人が声を聞いてるんですよ、捜索中。あ、で、ね、いや、子供じゃないですね。話を聞くと大人の声だったらしいんですけど、うん、で、実はそこで、その周辺で父親が4月29日に見つかってるんです。だから父親だった可能性、おじいちゃんだった可能性が高いのかなって、思ってます。うん、だから、12日の段階でしっかりこう捜索ができていれば、もしかすると父親は生きていたかもしれないし、その周辺で、集められた瓦礫の下でね、見つかったユーナについても、おじいちゃんの近くにいた可能性は高いわけで、やっぱ下手するとね、生きてたかもしれないなっていう思いは、それで消えなくなりました。見つけられ、はい、もっと早く見つけられたのにっていうふうにこう、うん、まあ、6年近く経って見つかってもこう、うん、まあ、なかなかこう喜びきれないということを以前にもおっしゃっていたと思うんですけれども、うん、はい、すみません、貴重な時間お話のさなかなんですけれども、ちょっと時間が迫ってきていまして、はい、最後にですね、質問をいただいています。木村さんがこうしてご自身の痛ましい経験について語る活動をされるまでには、さまざまな逡巡や葛藤があったのではないかと思います。可能な限りその葛藤や伝える活動をしようと決意するに至るまでの思いについて聞きたいですということなんですけど、最後に今日の参加者さんに一番伝えたいことも踏まえてお答えいただいてもいいでしょうか。はい、この10年振り返ると、もうすべてがユーナに引っ張られてきたような気がするんですよ。人との出会いであったり、これからやっていくことであったりが、すべてこうユーナがね、段取りしてこう用意してくれてた。だからね、5年9ヶ月見つからなかったことによって、ね、実はそういう部分も自分は与えられてるので、本当に、なんていうんですかね、自分で考えていろいろやるっていうよりも、不思議とこう、
やらなきゃならないことが生まれていく。それでとっても救われてました。で、長女の面倒も見なきゃならなかったので、長女がいてくれたことも非常にありがたかったですし、うん、亡くなったユーナにもね、こういう感じで、後ろからケツを叩かれ、引っ張られ、みたいな感じだったので。ね、やっぱり、見つからないっていうことの、はい、苦しみはありながらも、やはりこう、ユーナさんにこう、動かされているような感覚があるということを、ね。そうですね。多分それがなかったら多分ずっと塞ぎ込んでたと思うので、そういう意味ではね、うん、娘らのおかげだなってすごい思います、うん、で、はい、うん、ありがとうございます。はい、ちょっとまだまだちょっとお話を伺いたかったんですけれども、うん、最後にまた木村さんコメントをまたいただけるということなので、この後のディスカッションに移った後にまた、はい、参加者さんの声も踏まえてお話をいただけたらというふうに思います。はい、ちなみにですね、今皆さんに見ていただいているのが、震災前の熊町小学校、そして、うん、入学式の時のゆうなちゃんで、これまた最後に告知していただければと思うんですけれども、はい、大熊だったりこれまでの思いを伝えるため の、 機関誌を準備中ということなので、うん、後ほどまた告知をいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、木村さん、外からありがとうございます。少しでも暖かく過ごされてください。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ます。皆さんお三方にお話をいただきましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだ自分の中ではこう落とし込みきれないということのところも、もうたくさんのこう言葉と経験をこうしていただいたということで、まだこう消化しきれないところもたくさんあると思うんですね。で、一人の中でこう深めていくということももちろん大切なんですけれども、一緒に聞いた仲間たちとこう共有することによって、初めてこう発見できることなんかもあるんじゃないかというふうに思います。なので、ここからシェアリングタイムに移っていきたいと思います。改めてちょっと詳細を説明していきたいと思いますが、このシェアリングタイム、まずですね、自己紹介、名前、所属、趣味など、3分って結構あるなというふうに皆さん思われると思うんですが、これは1人当たりではなくグループ当たりの時間です。なので、こう一言っていう感じになると思うんですけれども、自己紹介をまずしていただきます。その後、今日特に印象に残ったこと、その後に実践している死体防災なんかについても5分ずつ、まあ、全体で5分なのでちょっと限られた時間ですけれども、共有してください。防災というと何かこう大きなことをしなければいけないというふうに思われがちかもしれないんですけれども、例えば家の備蓄だったりですとか、普段気をつけていることだったり、そんな身近なところからの声を共有してもらえたら嬉しいなというふうに思います。最後に全体での共有がありますので、一グループ一人全体の中で発表してくれる方を決めていただければと思います。発表の時間1分程度なので、本当に一言にはなってしまうんですけれども、よろしくお願いします。私も同じように、やっぱ昨日地震があってからの今日だったので、すごいどういう気持ちで聞けばいいのかなっていうのが、まあ、不安定な状態で聞き始めたんですけど、やっぱりどの話を伺っても、震災がある前にはそこに確かに当たり前の生活があって、子どもたちだったりお年寄りだったり、こう活気ある街があったけど、それが一瞬で壊されてしまったっていうことの恐ろしさを改めて感じましたし、佐藤和夫さんがおっしゃってた、災害はゼロにできないけど被害をゼロにすることはできるっていうのがやっぱり心に残っていて、プラス佐藤敏郎さんがおっしゃってた、その自分の大切な人がいざという時に青ざめて逃げていく姿を想像することが、その防災を考えることだっておっしゃっていたのがとても印象的で、自分もまだ自分ごととして考えられていないので、大切な人を守るにはどうしたらいいのかっていうのをもっと真剣に考えていかなきゃいけないなっていうふうに気づかせてもらうことができました。自分は、3年前ぐらいに広島で豪雨の災害にあった時に結構食料に困ったりしたので、ちょっとした水だったりとか食料だけはなんか置くようにしてます。まあ、一人暮らしなのであんまり物は置けないんですがって感じでやってます。ただこれから考えたいのは、ちょっとやっぱり一人暮らしでこっちのまだ地理とかそこまでがっつり慣れてはないので、ちゃんと避難場所とかは確認しておこうかなというのはとても感じました。お二人目のお話聞いて、はい、
山の上に逃げてれば助かったかもしれないとおっしゃってて、はい、なんか後からそういうふうに思うことになるのがすごい悔しいなって思ったんで、はい、いつも訓練とかいろんな学校とかバイト先とかいろんなとこでしますけど、やっぱりもうちょっとその危機感持ってっていうか、うん、実際に起こった時にどうするかってちゃんと考えながらそういうのは取り組みたいなって思いました。そうですね、なかなか当事者意識というのは、うん、まあ、やっぱ被災してないとあんま感じられない部分ではあると思うんですけど、やっぱりそこを持ってるか持ってないかでやっぱ実際に被災した時には違うなとは思います。改めてお疲れ様でした。すみません、私からご紹介をしそびれてしまったんですけれども、皆さんのお部屋に入っていたファシリテーターたちはみんなこれまでのスタディツアーの OG OB として現地に一緒に赴いた中でもあります。なのでこのスタディツアーってこう終わってからがやはりスタディツアーだと思っているので、今日のファシリテーターの皆さんと同じく皆さんともこれからつながっていくことができればと思うんですが、各グループそれぞれが発表してくださる方をおそらく決めてくださっているはずだと思っているんですが、いかがでしょう。このままグループ順で進めていきたいと思うんですが、1分でまとめるというとても、高度の難度の高い技を皆さんに求めていますけれども、じゃあ1グループ目からお願いしてもいいでしょうか。グループ1の方、1位の方、どなたか発表される方。はいはい、すみません、ファシリテーターなんですが、私から。はい、森さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私たちの意見の中で2つ大きく出たんですが、1つが佐藤和夫さんのお話の中であった人命を守ることと同時にこう人としての尊厳を守るっていうふうにも出てて、でつなげて今オリンピックの関連で女性の差別っていう話も出てるんですが、そういう日常の中でないがしろにされてるところがこういざという時に出てくるっていうところで皆さん注目されていた点でありました。でまた私たちのグループ、北北海道から沖縄までいたんですが、現在進行形でお 話を捉えるっていうところで、過去に起きた災害としてだけではなくてこう自分自身に起こりうるものだ、土地だったり時間だったりそういうところに縛られずに考えるっていう点でこう皆さんに伝えたいお話として出てきました。以上です。はい、ありがとうございます。今可愛いワンちゃんがね、もやさんの後ろにいましたけれどいざとなった時にやっぱりワンちゃんもご家族だと思うので一緒に命を守れるようにということを思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2グループ目の方いかがでしょうか。はいはい、ファシリテーターです。はい、よろしくお願いします。愛子さんよろしくお願いします。はい、私たちのグループで、大きく共通して、出た意見をまとめさせていただきます。まず、テレビなどで一概に取り上げられるその被災地の悲惨さだけではなくて、その後東北で生きている人たちの温かさやそこにあった日常のことをまずしっかりと考えていくこと、そして知識だけではなく経験を踏まえたいろいろな行動によって被害が大きく変わるということ、ね、そして自分たちの中でできる防災として、避難所の確認であったりとか防災備品の備蓄品の常備であったり、親が家族が用意してくれているから大丈夫だという意識ではなく自分で中身や場所なども確認するなど自分からできることを率先して経験や知識をもとに行動していこうという意見がまとまりました。はい、ありがとうございます。ね、スタディスは家族でこう備蓄品を買いに行ったっていう方もいると思うので、そういうふうに今日学んだことを身近な方とも共有してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、3グループ目いかがでしょうか。はい、ファシリです。はい、あかりさんお願いします。皆さんがおっしゃってたことをちょっと簡単にまとめさせていただくと、普段やり過ごしていたことが吹き出るっていうお話がこう印象に残ったっておっしゃっていて、それに関連してそういうことがないように本気のマニュアルを作ることの大切さっていうのを、ご自身の大学での講義とか経験を
元に、お話ししてくださいました。あとはそのプラスにその悲しいことに目を向けるだけじゃなくてプラスに考えることも大事なんだっていう学びを共有していただきました。あと、防災については、やっぱり皆さん昨日の地震をきっかけに定期的な確認とかあと大事なものをまとめておいておくっていう風なことを改めて気づいたっておっしゃっていて、でその、今日の学びも含めてそういった気づいたことをすぐ実践することが大事だよねっていうふうにお話をしました。以上です。とても大きなこう変化ということだけではなくて身近な小さな実践から積み重ねていくことができればと思います。今3グループ目ですよね。ありがとうございます。ではグループ4の方いかがでしょうか。さまざまなアット紹介に行ったらさまざまなバックグラウンドを持ったというか、それで今回今日、興味を持って、ここに参加された、方々が集まったというのがすごい印象的だったことがあるで、高校生から、大学生の、さまざまなその立場の、方々が集まりました。で、ですね、災害、やはり、その、東日本大震災っていうのが、僕は東京に住んでる。終わったようで、まだまだ終わってない。っていうか、これを機に、やはりきっかけに、より一層僕たちがどう動くのかというか、当事者として、僕たちに起こり得る話なのだっていうのを、より再確認できたかなと思ってます。で、防災についてなんですけど、やはり、前向きに、防災を、について考えていくっていうのは、やはり重要だねっていう話が出てまして、で僕自身、これ僕の個人的にあるのですけど、印象で残った言葉として、恐怖ではなくて、希望のための防災っていうのがすごい僕の印象に残りました。っていうのも、やはり、その、恐怖、もちろん、つきものかもしれませんが、それでも、前向きにそうやって考えていくっていうことが、未来の自分たちの命を守ることになるんだな、っていうのを改めて感じたので、そういうのを今回こうやって話せたのもすごい貴重な経験でしたので、今後もこうやって皆さんのことをつながっていければなと思います。はい、ありがとうございます。敏郎さんがおっしゃってた、本当は防災ってハッピーエンドなんだっていう言葉を私も改めて刻みたいと思いました。たくさんありがとうございます。そしてグループ5番目、いかがでしょうか。では、私たち5番目のグループを発表させていただきます。聞こえておりますでしょうか。はい、藤崎さん、よろしくお願いします。お願いします。私たちは、お三方のお話をもとに、議論した結果、2つの点に着目しました。1つ目は、行政や学校に頼りすぎず、自分であらかじめマニュアルを作ることにあると考えました。で、そのマニュアルの内容として、ご近所同士の連絡先の交換ですとか、あと避難経路の確認が内容としてあると考えております。で、もう一つが、その危機感といった当事者意識を持つことにあると考えています。その当事者意識といっても、ただ持つだけでなくて、その交流している近所の方と共有し合うことが、当事者意識を持つことになる。につながるのではないかなと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。すいません、お名前藤崎さんではなく藤瀬さんでしたね。失礼いたしました。はい、身近の方々から分かち合っていただければと思います。ありがとうございます。さあ、6番目のグループの方いかがでしょう。はい、6番目の意見を発表させていただきます。はい、小野さん、よろしくお願いします。お願いします。私たちのグループでは主に2点の大切な点が見出せました。一つ目が、やはり災害は日常が作っているということでした。災害自身が、理由なんではなくて、私たちが見逃してきた問題そのものが浮き彫りになった瞬間が災害だからこそ、自分たちの問題として自分ごと化して日頃から準備しなければいけないんだなということを改めて学ばせていただきました。で、二つ目が、希望のための防災という言葉がやはりみんなの心に響いていました。どうしても3月11日その日だけに目を向きがちですが、その前には変わらない日常があって、そしてその日失ったことをこれからに生かさなければならない、そういうふうに点ではなく線でつなげて物事を見ていかなきゃいけないんだなということを学んで、私たちメンバーはあまり直接体験した人はほぼいなかったのですが、
だからこそしっかりとそのお話を伺って学びながら周りにも伝えて、このお話を絶対に無駄にしたくないなというあのみんなの意見が一つになりました。どうもありがとうございます。今のね、その災害は日常が作っているという今伝えてくださった言葉、私もすごく印象に残ったので、あのその日常をどう変えていくのかということを一緒に考えられればと思います。ありがとうございます。そして、はい、7番目のグループの方いかがでしょう。はい、私から言わさせていただきます。はい、岩間さんですね。よろしくお願いします。お願いします。私自身東北について関心はあっても関わる機会っていうのが今までなかったので、今回参加して実際に東北の方々のお話を聞くっていう機会をいただけたことが、まずとてもいい経験させていただけたなと思いました。で、何人もの方がもう発表されてたんですけど、やはりその希望のための防災っていう言葉が印象に残っていまして、その日だけで終わらせない、過去もその当時も今も未来もつながっているっていうことを強く感じました。で、そして今できることとしては、普段から人とのつながりを大切にしたいっていう意見がグループの中から出ていて、その人との交流をしていくことで、もしものことがあった時にすぐに連絡を取ることができたり、なんか人と話していくっていう、身近な家族ともそうですけど、つながりを作っておくっていうことがとても大切なのかなと思いました。以上です。ありがとうございます。日頃からのやっぱり関係性が問われるっていうのは本当にこう深く共感するところで、改めて身近な方々のつながりっていうところも皆さんと一緒に考えればと思います。岩間さん、ありがとうございます。8番目のグループいかがでしょう。はい、皆さん聞こえてますでしょうか。はい、岡本さん、よろしくお願いします。我々のグループで話し合って、まず感想としてあったのは、今まで例えば原発事故とかに興味関心があったことを、震災に対してあまり触れる機会がなかったので、それが良い経験になったという意見とかがやっぱまずありました。そしてあと、なんていうの、その話の中で出てきたのは、今回話されたお参加さん、皆さん一人一人はすごくなんて強い気持ちを持って、その未来に向かって進んでいこうとしているなというのを感じたとおっしゃっている方もいました。あと続いて、なんていうの、防災対策としてちょっと個人的に興味深いなって思ったのは、モバイルバッテリーを、一人一人の携帯のモバイルバッテリーを玄関に準備して、例えばその地震が起きて、例えば停電して充電できなくなってしまっても、新しい情報を手に入れられるようにでしたりとか、あとは家族で一つではなくて、その一人に一つずつ、その避難時の持ち出しリュックとかを用意するっていったことが、その防災対策としては印象に残りました。以上です。はい、ありがとうございます。今おっしゃったね、モバイルバッテリー、昨日バズフィードニュースっていうウェブサイトに、モバイルバッテリーをどう節約しながらこう使うかっていう、そのコツなんかも載っていたので、ぜひ参考に見てもらえたらなというふうに思います。ありがとうございます。9番目のグループいかがでしょう。はい、私がファシリのワニブチが発表します。はい、ワニちゃん、お願いします。はい、お願いします。今日特に印象に残ったことについて意見が出たのが、時が止まったまま、10年前から時が止まったままということを感じたという意見とか、山に佐藤敏郎さんの話で、山に登れば助かったのに助からなかったってことは、まず動けることが大事っていうことで、それを教訓にして二度と同じことを繰り返さないようにしたいなという意見が出ました。で、他にも木村さんの話で、被害を受けた状況をよく知らないまま、知らないと相手を傷つけてしまう可能性があるので、相手の気持ちを考えることも大切だと感じたという話が出ました。そして今後実践している、または実践したい防災については、なんか多くの方が、水や乾パンとか非常食の備蓄があるっておっしゃっていて、また棚を固定している方や、なんだろう、ソーラーパネルで、なんだろう、電気を確保しているお家も ありました。で、一見特に多く出たのが防災訓練の話で、真面目に普段からされていないっていうことがおかしいなと感じている
あのメンバーの方がたくさんいました。そう、チーム8でモバイルバッテリーの話をされていたと思うんですけれども、私が思うに、スマホの充電をフルにしていくことも防災の一つで、なんだろう、そういうことで、なんだろう、被災したときに心配している家族とかと連絡を取れることで、家族が危険な目に遭うのを防ぐこともできると思うので、なんだろう、そのスマホの身近にできることとして、スマホの充電をフルにしておくってことも大切なのかなと私は思います。以上です。ありがとうございます。スマホの充電はね、本当に私も震災後に意識するようになりました。そういう本当にこう身近なこう自分の日常に欠かせないところから積み重ねていくということ大切だと思います。マリちゃん、ありがとうございます。はい、10番目のグループいかがでしょうか。はい、10グループの野村です。よろしくお願いします。お願いします。はい、特に印象に残ったこととしては、すごく自分の命をきちんと守れるかというところで、あかりさんと同い年 の参加者の方がいらっしゃったんですけど、やっぱり団体行動で周りに合わせてしまう、正直合わせてしまうところがあるっていう話だったので、そういうことではなくて、やっぱり次世代につなげる命とか、やっぱり救いたかった命を守るという点でも、自分で行動していくってことがすごく大事なんだなということが分かりました、実践している防災としては結構皆さん実践されていて、その自分が大学にいるときはどこに被災、どこの避難所に行って、で家族といるときはどこに行くみたいな、そこまですごく細かく決めている方もいらっしゃったのすごいなと思いました。でもなんかその場その場で変わっていくこともあるので、きちんと見直すこともすごく大事だということが分かりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。特に学校だったり、まあ、お仕事されている方は職場だったり、特に日常で行く頻度の高いところからまず調べてみるっていうこと一つだと思います。ありがとうございます。野村さん、11番目のグループいかがでしょう。はい、私楠田香織が発表します。はい、楠田さんお願いします。はい、私たちのグループで出た話で一番印象に残っていたなっていうことは、震災前の生活が本当にそこにあったんだっていうことが今日一番印象に残っていることです。でそれが分かったことで、震災が奪ったものがより具体的にはっきりと分かるようになりました。でそれを受けて自分たちの周りの防災意識の低さっていうのに気づきました。例えば学校とかの避難訓練も表面的なんじゃないかなっていう風にな意見も出ました。で、その反省を生かして、今後は自分が実践的で本気の防災に取り組もうっていう意見が出たりとか、あとはそれ自分がもうできるようになったら、周り、例えば学校にそういうちゃんと防災をしようって呼びかけるとか、町内会で避難所の運営体制、例えば誰が何をやるとかいうのを準備しようっていう意見が出ました。以上です。はい、ありがとうございます。今のポイントすごく大切で、過去のスタディーツアーの参加者さんも高校で防災サークルを作って学校の環境を変えましょうっていうふうに働きかけていった子たちもいます。そういうところからも投げかけができるんじゃないかなと思いました。楠田さん、ありがとうございます。12番目のグループいかがでしょうか。楠田です。はい、お願いします。12のグループでは、主に2つ出て、一つが災害を甘んじないということで、でやっぱりその東日本大震災はその地域的に津波が 99.9% 来るって佐藤敏郎さんもおっしゃっていて、でそれでもやっぱりパニックになってしまって被害が大きくなってしまったということで、日頃からの防災をもっと徹底して、まあその被害の規模を予想で実際に起こるよりも1割から2割ほど大きく見積もって対策していくことが重要かなというふうに思いました。でもう一つが、自助、共助、公助の部分で、地域ごとのつながり、ネットワークを強くするっていうことが一個上がっていました。でそれを言っていた方が言ってたのが、そのやっぱり今回話をしてくださった方々はみんな それぞれ後悔があったと思うんです。でその後悔があったからこそ今の自分たちがその平和に暮らせている今があるっていうことをおっしゃっていたので、その今やっぱスマホとかで手軽につながれてしまうからこそ、実際の昔と比べて地域ごとのネットワークが弱くなってしまっているから、実際にその会ったり、その会話したり、活動を共にしたりすることで、実際にその災害の時もその助け合いができるというふうな話をされていました。以上です。
はい、ありがとうございます。特にコロナ禍でやっぱりね、実際のつながりがどうしても分断されがちですけれど、改めて足元のこう結びつきっていうのを見直していければと思います。大切な投げかけありがとうございます。さあ、13番目のグループいかがでしょう。はい、ファシリの福島が、はい、まさきちゃんお願いします。発表します。で、私たちのグループで共通したものはやっぱり日常で備えていくっていうワードが共通しました。で、私のグループでは高校生、中学生が多くて、で、まず学校での防災訓練とか、あとはなんか防災袋というものがあって、まあ、それを毎日持っていく。で、あとは家族での災害のための話し合いも大切であったり、で、あとは昨日の地震でも、まあ、私の家では家具が揺れて、まあ、物が落ちたりしたんで、そういうことを防ぐための家具の固定が大切であった、固定が重要であったり、で、それだから共通して言えるのは、まあ、防災とは起きる前では、日常からのさまざまな人の関わり合いが大切であって、で、起きている時、現在進行形では行動と判断で、その場の行動と判断 で自分たちの命、そして周りの人たちの命を、まあ、守っていくっていうのが大切であって、で、起きた後では、まあ、やっぱり大きな地震でも避難所開設があると思うんで、そこで日常で学んだ ところからどれが一番その場に適しているのか、使うことができるのかとか、あとはどう使うことができるのかをその場で、ね、判断をしていくっていうことが大切だと思っています。で、これは起きる前、起きている時、起きた後はやっぱり繰り返されることなので、その都度その都度確認していくことが、まあ、大切だと感じました。はい。で、あ、はい。大丈夫です。あ、大丈夫？大丈夫です。はい、ありがとうございます。特にね、その佐藤和夫さんが以前にその頑張ってください、応援してますっていうよりも、家具固定しましたって声が返ってくるのが一番嬉しいんだっていうことがあったので、ぜひ、ね、今日からできますので実践していければと思います。まさきちゃんありがとうございます。さあ、鳥です。14番目のグループいかがですか。私たちのグループで印象に残ったこととしては、本気のマニュアルを用意する必要があるっていうことを聞いて、自分の、マニュアル通りに動くことも、まあ、命が助かる、一つの手段としてあると思うんですけど、自分の命を守れる行動力と判断力と、その避難するときの知識なども身につける必要があるなと感じました。あと、佐藤敏郎さんがすごく本日、強くおっしゃっていた真ん中で考えるという考え方を知ったので、そういう考え方も大切にして、これから物事を見る視点として加えていきたいなと思いました。あと、これからしていきたい防災に関しては、地震が少ない地域に住んでいると、やはりどうしても防災意識が薄れてしまうことが多いと思うので、家族の防災意識を高めるためにも、まず自分から行動しようということで、自分の部屋の家具を固定したり、自分のまず家の、地震が発生した時に、身の回りの安全を確保できる状態にあるかっていうのを確認して、地震が発生した時に自分自身の命と家族を守れるように避難場所などをもう一度再確認することが大切だなという話になりました。はい、鈴鹿さんありがとうございます。私も真ん中っていう言葉とても印象に残ったんですけれど、じゃあ自分なりの真ん中ってどこなんだろうっていうことを、ぜひ皆さんの身近に落とし込んでもらえたらと思います。最後に登壇者の方々から一言ずついただきたいんですけれども、岩手県の陸前高田市の佐藤和夫さん、あかりさんからまず一言だけいただいてもいいでしょうか。はい、皆さんの心にいろいろとこうキーワードが残ってくださっておって、すごく、有意義な時間だったと思います。一つさっき言い忘れたことがありまして、日本で行われている防災というのは、これまでの災害で失敗したことを改善する
というマニュアルになっています。この意味わかりますでしょうか。平成になってから東日本大震災発生するまで人的な被害を出した、地震たくさんあったんですが、阪神淡路大震災もそうなんですが、実は平日日中の災害地震発生ってないんですよ。つまり平日日中に災害が発生したらどうするかというマニュアルが作られてこなかった。形式だけ考えられてきた。学校に子どもたちがいる、市役所に人がいる、市役所に人が集まって職員が集まっていることによって地域全体の情報を把握する手段が少なかった。それが東日本大震災でした。そして市役所が被災した場合どんな騒ぎになるかっていうそのマニュアル自体は作られてこなかった。その結果が東日本大震災の、情報不足です。そういうことも頭に入れておいてください。あと、複数の方からモバイルバッテリーの話がありました。年齢的に、スマホは持ってるんでしょうが、車まだ持ってない人が多いと思いますが、車の燃料も半分以下にしない、地震からの津波発生と言われた時に車で避難することはリスクが高いのでお勧めしませんが、大雨の時には車でなければ逃げられない人が多数います。燃料がなければ逃げられない。あと、避難所に入りきれない、または避難所自体が被災してしまった場合に行くところをなくす、その際に車というのは冷暖房もありますし、テレビとかラジオとかいう情報を受け取る基地にもなります。ね、車の燃料は半分以下にしないということを今後心がけて、くれたら嬉しいなと思います。あとスマホというのは電源と電波がないと使えないんです。東日本大震災的には即座に電波が遮断されてしまいました。災害が発生してから調べてどこに逃げるかでは対応できなくなる危険性があるので、最低でも自宅からまたは職場からの、逃げるべき場所コースを今のうちに調べて頭に入れておいてほしいなと、思います。最後に一つ、避難所という言葉が何度も使われています。避難所と避難場所というものがあります。これは皆さんでそれぞれ調べて、意味と理由を頭に入れておいてください。以上です。はい、ありがとうございます。命を守る場所なのか、それともその後、長期間その生活するということを想定している場所なのか、いろんな違いがあるのでぜひ調べてみてください。あかりさん、いかがですか。いや、本当にたどたどしい日本語ですいません。本当に、ね、ちゃんと伝わってます。大人の方々がいろいろね他の2名も喋ってね、だって高校生私の方が同じ年代にお父さんよりも伝えられるっていう風に言ってたの私は知ってるよ。なんだろう、なんかやっぱり私らのところは震災の話をするのが暗黙の了解っていうか、やっぱり高校まで入るとなんかどの人の親が亡くなったとかもわからないから、その人の家庭事情とかも分かんないからあんまり話はしないんですけど、やっぱりそういう話っていうのはやっぱりなんか被災してない地域っていうんですかっていうのはやっぱり私だって高田とかあとは福島宮城と同じ経験していない分、なんか学ぶ機会とか経験する機会がないと思うので、なんかその何か本当に普段の日常じゃなくてもいいし、なんか多分なんか自由研究とかなんかそういう課題発表みたいなのでめちゃくそ使えるネタだと思うので、そういうのでなんかいろいろ普及していただければ誠にありがたいと思っております。はい、ありがとうございますね。自由研究もそうかもしれないし、今日の学びを点で終わらせずに線にして掘り下げていくっていうことをこれから実践してもらえたらと思います。佐藤和夫さん、あかりさん、ありがとうございました。
はい、続いていらっしゃるかな、宮城県石巻市から佐藤敏郎さん、まだつながってますか。はい、はい、よろしくお願いします、はい。今日皆さんの発表を聞いてて、やっぱりね、自分の言葉で話してるなって思いました。これすごく大事だなと思うんですよ。自分の言葉はやっぱり届くし響くし、ね、跳ね返ってくると思うんですよ。それ大事だと思います。で、今大川小学校は10年目にして震災以降の整備工事をやっています。10年目でやってるっていうことをちょっと考えてほしい。すぐ残したわけじゃない、簡単に残したわけじゃないんですよ。やっぱり見たくない、辛い、悲しい、お金がかかるっていうことで、壊したい、まあ、今もそういう声もないわけじゃないです。でも高校生が声を上げました、ね。母校を残してくださいっていう、ね、いろんなネットでも上がってるんですけど、なぜここが残っているのか、高校生が自分の言葉で訴えたっていうのがすごく大きかったと思います、ね。だから今日のみんなの発表なんか聞いててそれを思ったりしました。でね、で、まあ、整備工事してますけど、ここで何を伝えるかっていうのはこれからなんですよ。こういうところがあります、安田さんにはよく見てもらってるんですけども、校舎の中に入るとこういう場所があります。名前のシールがきれいに残っています。2階の天井まで津波をかぶって、今も雨風が当たって10年経っていてもきれいに残っています。うちの娘だけじゃないです、みんな残っている。きっと通ってるんだと思います。今でも本当は中にみんなを連れて行ってこういうところも見せたい、こっから伝わるものを考えることいっぱいあると思います。でも今は立ち入り禁止です、ね。ここで何を伝えるかというとこれからなんですよ。これからっていうのはまだ分かってないのかもしれない、ここは遺族のものじゃないです。今日のように若い人とか遠くの人のためにこそあるもので、30年後40年後50年後にここに立った人が、なぜ昔の人はここを残したんだろう、地元の人はなぜここを残したんだろう、辛かったかもしれないのにっていう、そこに届く言葉を、届く活動を私もやっていきたいと思いますし、みんなももう一緒に考えてほしい。ここがどういう場所であるか、 3.11 がどういうものであるのかっていうことを、一緒に考えていけたらなというふうに思います。今日は若い人たちと一緒に活動できて、嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。今おっしゃったように、その高校生たちが声を上げて、高校生たち、学生さんたちですね。で、敏郎さんの長女さんの園美さんもその一人だったと思うんですけれども、やはり高校生、学生たち、あるいはその年代でもできることではなくて、その年代だからできることっていうのをこれから積み重ねていければと思います。敏郎さん、外でね、長い時間ありがとうございました。今日暖かかったです。あ、よかった、よかった。はい、安田さん来た時は寒かったですけど。そうですね。はい、私が来る時いつも雨で申し訳ございません。はい、またお邪魔します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そして最後に大熊町の木村さん、つながってますか。はい、学生さんたちのね、本当に考えとか思いとかがすごいこう伝わってくるというか、最近こっちでも若い人といろいろつながって活動していく中で、もう皆さんこう、我々のね、その思いを受け止めて、で、次につなげていってくれるような準備はもうすでにできてんだなってすごい最近感じてます。で、そのためのね、なんかこう、助言というかこう、話は自分たちはできると思うので、たくさんのそういったね、佐藤さん、二人の佐藤さんも含め、被災地には、思いを持った人が、たくさんいると思うんですね。で、これからもそういう方たちの話を聞いて、で、知識を高めていって、思いを次につなげていっていただきたいなと思います。で、特に、私が今いるところは、まあ、30年間人が住めないところなので、で、もうそこでプッツリこう切れてしまう可能性が高いんですね。で、そのためには、皆さんの世代の人たちにこれから頑張っていただきたいって思いが、強いので、自分も、そういう世代の方たちにこれからも語り続けていきたいし、それを皆さんも受け止めてほしいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにお隣の人誰だろうって皆さん思ったかもしれませんが、配信を手伝って、いつもね、手伝ってくださっている林さんも今日は外で長い時間ありがとうございました。ということで皆さん長時間ありがとうございました。昨日地震があったばかりですので、引き続き皆さん身の安全に気をつけながら、自分自身の安全だったり、大切な人たちの安心っていうのを守ることを最優先に、身近に積み重ねることを実践できればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。長時間にわたりありがとうございました。登壇者の皆さんもありがとうございました。